だけ歩いてるけど痩せん、腹筋頑張るけどお腹へこまん。そういった方の多くは気になる部位を選んで動画をやってませんか？痩せるためにスクワットよく言われるんですけども、実はその通りなんです。体を動かすのは下半身を使って動かします。ここが弱るとどうしても体を動かす際によっこらしょって声が出たり、あれ取ってとか、ちょっと行ってきてとか、自分が体を動かさなくなってくるんです。まずは下半身を動かすことが痩せるために一番のポイントなんです。ですがですよ、スクワットって辛いですよね。負荷が高いとストレスですよね。実は運動が苦手な人の多くは力がかかっていくっていうことにストレスを感じます。今回は力がかかったまま体重移動するだけでしっかり下半身を鍛えることができるので、ストレスなく運動が苦手な人にぴったりな下半身メニューなんです。スマホ持って揺れるだけ、頑張っていきましょう。足を開いて揺れるだけですから全然問題なく鍛えられます。膝の角度をパターン分けて行っていきます。まずはちょっと膝曲げて体を体重移動させましょう。スタート。これだけでも体重を移動させているので負荷がすごいかかってます。体幹を鍛えることもできますし、バランス力もアップします。少しずつレベルが上がっていくんで体を温めてやっていきましょう。はい、 OK。 今度はさっきよりもちょっと膝を曲げ目で同じように揺れてください。スタート。このくらいで膝が曲がってます。これでも結構負荷がかかってるんです。もも裏、前もも、お尻、バランスよくね使えてます。だんだんねしゃがんでいくのがね嫌だよっていう人もね、これならできると思いますんで頑張りましょう。 OK。 今度はもうちょっと膝曲げてみましょう。お相撲さんの四股踏む感じで。スタート。これはね強烈に体重がねかかってるんで、めちゃくちゃ下半身がね鍛えられてます。しかもバランス取るんで、たまに止まってみてください。こういう感じでね、スクワットより楽ですよね。だけど片足に体重しっかり乗ってるんで、片足スクワットぐらいね鍛えられてます。 OK。 次は今やった3パターンをつま先を開き目でやってみましょう。また使う部位がね変わってきます。スタート。ちょびっとだけ膝曲げて体重移動。さっきよりも内もももも裏にね効きやすくなってます。反り腰とかお腹ぽっこりの人は股関節が内旋してしまっているので、しっかり開くねこういう運動をすると姿勢が良くなります。今よりもちょっと膝曲げ目です。いきましょう。スタート。揺れるだけ。どうですか皆さん、これなら全然できますよね。でも皆さん今もうね2分近くスクワットしてるんですよ。めちゃくちゃすごい。普通にこんな2分とかやり続けたらねもう立てなくなりますよ。だけどこれはね同じ相当な感じなんで超おすすめです。よっしゃー。さらに膝を曲げてお相撲さんです。いきましょう。スタート。よくね相撲スクワットとかってあるんですが、それよりもねこれが実はねおすすめなんで、片足に体重かかってますから。できるだけね低く大股で頑張ってみてください。次はですね、片足に体重乗して足を後ろに上げながら前かがみで戻ります。
ゆっくりやるとちょっとストレスかかるんで、割とね早めに降りて戻りましょう。左足からいきます。スタート。一回ずつ足ついていいです。体重の下が前かがみ、戻る。もも裏お尻に効いてればバッチリです。自分のペースでいいです。あんまり膝をね曲げすぎず伸ばしすぎずです。たまに膝の角度変えてもいいです。 OK、 よし、反対です。同じようにいきましょう。スタート。足を上に上げながら前かがみ、今回はねこの踏ん張るだけっていう感じなんで、割とねスピードを速めでもいいです。慣れるとねゆっくり戻った方がいいんですけど、今回は踏ん張るだけの力をかけますんで。 OK、 じゃあラストです。うんち座りからお尻をちょっと上げたら戻す。これで最後しっかり鍛えましょう。スタート。床を踏むっていうよりはねお尻を上げるイメージでいいです。かかと上がっちゃう人はねできるだけねかかとつけて、あんまりお尻下げるとかかと浮いちゃう人はお尻は少し高めからスタートでいいです。最後頑張って、よし、 OK。 すごく簡単で鍛えられるメニューでした。今回のメニューは2日に1回を目安にしっかり行うことで体が軽くなって代謝が高く保たれますので、頑張って続けてください。